インディペンデンス級沿海域戦闘艦は、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦の艦級。アメリカ海軍の関連団体である、アメリカ海軍協会では、紹戒艦、JN 海軍年間では、フリゲートとして種別している。沿海域戦闘艦のコンセプトは、1998年、当時海軍大学校の校長であったアンサー、セブロースキー提督が提唱した。 ストリートファイターコンセプトに由来する。これは、同提徳が提唱し、アメリカ海軍の新たな指導原理として採用された、ネットワーク中心線の概念に基づき、アメリカ海軍が取るべき方針について洞察する中で、見出されたもので、従来のハイローミックスの概念に起源を有しつつも、これを根本から覆している、極めて大胆なコンセプトであった。 スプルーアンス級駆逐艦とオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲートに見られるような従来の配ローミックスコンセプトにおいては高戦闘力、高コストのユニットが前線に配置され低戦闘力、低コストのユニットは後方など脅威レベルの低い区域に配置される。これに対しストリートファイターコンセプトで建造される艦は低コストではあるが NCW を活用して強力な戦闘力の発揮を導き、かつ、その名の通りに、沿海域の前線で攻撃的に活用されるのである。当時、アメリカ海軍は、すでに、新世代の水上戦闘艦のあるべき姿として、SC-21 コンセプトを採択し、これに基づいて、巡洋艦級の CG-21、 駆逐艦級の DD-21 の整備計画を策定中であったが、SC-21 計画は2001年に突如中止され、ストリートファイターコンセプトを導入しての再計画が行われた。これは、下記の2点について、従来の SC-21 計画には重大な問題が内包されていることが判明したことによるものである。 多様化する任務に単一の設計で対処するには限界がある。CG-21 と DD-21 は同一の設計に基づくこととなっていたが、計画開始後に次々と追加される任務に対応するため、先行して計画された DD-21 は、すでに順洋艦級と評されるまでに肥大化しており、なおも装備不足が指摘されており、 その一方で肥大化によって、宴会域での戦闘には不適となりつつあった。2000年に発生した、米韓コール襲撃事件で確認された通り、宴会域戦闘においては、安価な武器でも、高価格、高性能な艦に近寄り、大きな損害を与え得る。従って、少数の高価格、高性能な艦に頼り、これを不用意に前線に展開することは極めて危険である。 自爆ボートなどの民間偽装船は、優れたレーダーを持つ大型艦にも接近攻撃が可能で、回避力に優れた高速小型艦を量産して、前方展開することが望ましい。また冷戦終結後より、アメリカ軍は戦争以外の軍事作戦のニーズ増大に直面していた。麻薬戦争では、密輸阻止を目的とした海上治安活動が行われていたが、 沿岸警備隊だけでは、戦力が不足しており、アメリカ海軍も支援に当たっていた。海軍は、主として、オリバー・ハザード・ペリー級、スプルアンス級、アーレー・バーク級を充当していたが、スプルーアンス級及びアーレー・バーク級では、重厚長戴に過ぎ、一方で、小型のオリバー・ハザード・ペリー級では、密輸業者が使用する、高速船を追掌するには、速力不足であった。また、 スプルーアンス級は2000年頃、オリバー・ハザード・ペイ級も2010年頃の退役が見込まれていたことから、代替艦の建造が必要になっていた。このことから、SC-21 計画中止後の再編成において、ミサイル巡洋艦、CG、ミサイル駆逐艦、DD との組み合わせのもと、ムーツ任務に適合する、新型水上艦として、ストリートファイターコンセプトを、 より具体化して計画されたのが、遠海域戦闘艦 LCS である。ボツミズブ戦隊の要素本級は、LCS 計画に対して、ジェネラルダイナミクス社が提出した設計に基づいており、特徴的な賛同戦型を採用している。これは、GD 社と、米海軍研究所の研究や、イギリスの国防評価研究庁の実験船。 トライトンの運用実績を踏まえた決定であった。オースタル社がフレッド・オルソン社向けに建造した高速フェリーを参考に防水区画数の増加や溶接技術の管理など軍艦構造として設計されている。選出としてはアルミニウム合金を採用したが、このためもあり、収益後には深刻な電解腐食の問題が発生した。これを受けて2番艦。 コロナドでは、新たな対腐食表面処理が行われ、3番艦、ジャクソンでは、試験済みの腐食管理装置技術が導入された。指揮官は、コダグ方式を採用しており、巡航機として、V 型20気筒の無ツ2 0 v 8 0 m 9 0ディーゼルエンジン、加速機として、ゼネラルエレクトリック LM2500、ガスタービニエンジンを、それぞれ2機ずつ搭載する。 それぞれのエンジンに、バルチラ社製のウォータージェット推進機を一機ずつ備える、ことから、四軸推進艦となっている。なお、三導線系の採用によって、排水量の割に潜伏を広げることができたため、甲板面積の拡大に益した一方で、旋回性能の低下が懸念されたことから、これを補うために選手には、陰ン,ン式のアジマススラスター一機を搭載している。 2016年8月には、ハワイ出港後のコロナ度で軸系に問題が生じ、気航するというトラブルが報告された。なお、対抗馬にあたるフリーダム級でも、アメリカ海軍で採用実績がないロールスロイス社製のガスタービンエンジンを採用したこともあって機関部のトラブルが散発しており、信頼性に疑義が呈されたことがあった。LCS のコンセプトに基づき、 本級では自衛用の最低限の装備を基本として、これに加えて任務に対応するための各種装備を柔軟に搭載することを計画している。これらの装備は、艦の C4ISR システムを中核として連接され、システム艦として構築される。コロナド搭載のマーク1 1五5 7 m m 単装速射砲アメリカ軍の新しい戦闘指導原理である。 ネットワーク中心線コンセプトに準拠して開発された、本艦にとって最重要の装備と言えるのが C4ISR システムである。戦術情報処理装置としては、新開発のイコームズが搭載された。これは、オランダのタレスネーデルラント社のタクティコスを元にした、派生型である。出センサーとしては、比較的簡素な CG ラフ AMB3 次元レーダーが搭載されている。 艦砲としては、選手看板にユナイテッドディフェンス社のマーク1 1 5 7ミリ単装速射砲を装備する。放射撃式装置としては、電子工学式のシースター射星、サファイア3を用いている。また、近接防空ミサイルシステムとして、後部上部構造物上に r i m 1 1 6ムの11連装、発射機であるセラムを搭載する。 完備側からの艦営オフボードランチリカバリーシステムが展開されている。宴会域戦闘艦のコンセプトに基づき、本級は装備のモジュール化を進めている。ミッションパッケージはフリーダム級と共用化されており、これを収容するスペースとして、第2艦板の後半部がミッションベートされており、面積は実に15,200スクエアフィートに及ぶ。 この広大なスペースは、車両甲板としても活用でき、右舷側のサイドランプを用いて、ローロー機能を発揮することもできる。また、看尾側にも門批があり、複合型高速艇を迅速に発進、回収可能なオフボードランチリカバリーシステムが設置されているが、これは、待機来専用の無人艇にも対応している。 その上部の戦備乾板には7300スクエアフィートのヘリコプター乾板が設定されており、上部構造物後端部は床面積3500スクエアフィートのハンガーとされている。搭載機はミッションパッケージに応じて決定されるが、メガヘルツマイナス 60RS ヘリコプターのみであれば2機、根菜であれば、 メガヘルツマイナス 60RS ヘリコプター1機と MQ マイナス8無人航空機3機を搭載できる。ミッションパッケージは代表的なものとして下記のようなものがある。全艦、ジェネラルダイナミクス射精。2021年度、アメリカ合衆国軍事予算案において、アメリカ海軍は1番艦から4番艦を予定より10年。 早い2021年に退役させることを盛り込んだ。これに関して、アメリカ海軍作戦部長マイク、ギルデー提督は、2020年3月2日のウエスト会議の席上で、我々はこれを数年前に決定していた。5番艦以降、特に2015年に、ブロック発注した艦に、作戦能力を与えるために、船体のメンテナンスとエンジニアリングに関して、 我々を悩ませ続け、艦を会場に送り出すことを妨げていた問題が何であったかをよりよく理解できるように、最初の4隻でより多くの試験を行う必要があると決断した。我々は最初の4隻を試験に投入し、後続艦のようにアップグレード費用を投下することはしなかった。最初の4隻は戦力に致命的に影響するものでもない。 単に投資へのリターンが得られなかっただけだ。と発言している。また、最初の4隻を会場任務につける、要回収するには、20億ドルの追加コストが必要になるという意見もある。2020年6月20日には、アメリカ海軍が、インディペンデンスを2021年3月をもって、退役させ、同級の、コロナドのタフリーダム級の一番艦、フリーダム及び二番艦、 フォートワースと共に予備役に編入することを発表した。ウィキメディアコモンズにはインディペンデンス救援会域戦闘艦に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。